ばんは、日月チャンネルへようこそ。ということで、今日は9月25日朝なんですけども、コロナワクチン2回目来ました。ちょっと自転車で来たんで髪の毛ボサボサなってますけども、2回目のワクチンということでモデルナうちに来ました。場所は前回と一緒で、金岡公園です。はい、今日もね非常に天気がいいので来るのはとても楽だったんですけども、前回は全く何も症状が出なかったんで、今日はどうなるのかなと、また出ないだろうとは思ってるんですけども、意表をついて熱が出たりとかしたら、ネタにはなるなと思うんですけども、どんな感じでしょうか。ということで、今から打ってきますので、多分打ち方というか、打つということに関しては前回と一緒なんで、変わり映えないと思うんですけど、それにしてもやっぱり人が少ないですね。行列並んでてもいいから打ちまくったらいいのにとか思わないでもないんですけども、全然人もおらず、ゆったりとした感じでやってますね。前も入ってガラガラやったんで、この分だと、今日もガラガラなんじゃないかなと思います。はい、ということでちょっと行ってきます。接種してきました。今日も左に打ったんですけど、今のところ全然、ちょっと打った違和感はありますけど、痛くもなんともないです。これから2回目なんで熱が上がってくるのか楽しみなところなんですけど、結局何もなく終わりましたみたいなパターンになるのかなと思うんですけどもね。はい、今日も接種の方は人も少なくとてもスムーズにあっという間に終わりましたんで、これだったらね全然ここで感染はないでしょうし、本当にね、行政も本気を出せばもっとやれるのになとか思うんですけれども、まだまだね順番待ちの人がいるんであればね、もうバンバン打ったらいいんじゃないかと思うんですけども、いろんな制約があるんかなと思います。はい、ということで、今日は2回目の、コロナウイルスワクチン打ちましたのコーナーでした。それではまた、バイバイ。